ウォーハンマー4万の試合風景メジャーで判定する、ヨースウォーハンマー4万は、ゲームズワークショップから発売されたミニチュアゲームであり、第6版までが発売されている。ウォーハンマーシリーズの一つである本作は、4000年期という円未来における、銀河系の様々な惑星上で行われる、局地戦を題材としている。本作にミニチュアとして登場する勢力は、 人類及びその反逆者、エイリアン、モンスター、混沌の僕である悪魔などと、大まかに分けられる。このうち、人類側の勢力は、スペースマリーンと呼ばれる、分厚い装甲服に身を固めたエリート海兵隊員や、現代の地球人と変わらない生身の兵士、異端神門に勤しむ狂信者など、多岐にわたる。また、混沌の勢力には、悪魔だけでなく、 ケイオスマリーンと呼ばれる混沌に見入られた、スペースマリーンたちも含まれる。登場する武器はミニチュアたちはそれぞれに設定された、機関銃や戦車砲といった現代でも使用される火器から、剣や斧などの白兵戦闘用武器、レーザーガン、プラズマウェポン、タイタンと呼ばれる超巨大ロボットなどの仮想未来兵器、身体そのものが武器となる、生体兵器、魔法のような超能力など、多種多様な武器、 能力を駆使して戦う。プレイヤーは通常2名でアーミーと呼ばれるミニチュアの軍隊を双方が同じポイント内に収まるようにゲーム開始に編成する。ポイントはキャラクターと呼ばれる強力な単体ミニチュアや兵士複数名で構成される部隊、戦闘車両のミニチュアごとに個別に設定されている。例えば一般的な人間の兵士は平均すると5ポイント程度。 エリートのマリーンは17から18ポイント程度とされている。より強力な兵士や、モンスター、ディーモン、戦闘車両は100ポイント、200ポイント、場合によっては500ポイントを超える場合もある。これを双方が合意したポイント、2000ポイントなら2000ポイント内で、ミニチュアを揃えて、自らの指揮する、アーミーを編成する。ルールによっては、複数対複数プレイヤーによるゲームも可能である。 勝利条件は通常、ゲーム開始時にランダムに決定され、敵対する戦力を殲滅することや、盤上の支配地域をより多く有すること、目標となるポイントを制圧していることなどが条件となる。また、本作独自の追加ルールとして、以下の3つがある。本作は、聖地とされる地球を中心とした、一大聖刊国家、帝国と、それに敵対する、 様々な勢力との戦いを焦点としている。繁栄から一転して、異存在との戦いで存亡の危機に直面した、政寛国家の救いのない狂気や悲壮さが意図的に強調して描写されている。帝国の長落は、皇帝が生み出した20人のプライマークの一部が1万年前に引き起こしたホルスの大逆によって皇帝が渋滞となったことが原因であると設定されている。 皇帝に対する狂信的、異常な信仰は特に顕著に説明されており、テクノロジーが現代の地球よりもはるかに進歩しているにもかかわらず、異端神門による異端狩りが横行していたり、皇帝に対する生贄が状態化するなどの暗く、大敗的な文明描写が際立つ。また、同作における超能力は混沌の僕であるディーモンの領域とされる。 歪みから得ていることから危険なものとして認識されており、帝国でも一部の人間しか行使が許可されていない。以前の世界設定ではファンタジーバトルと共通していたこともあり、オールドワールド世界の4万年後の未来を扱っているという設定だった。しかし現在では、両者のつながりは曖昧にされ、プレイヤーが推測する程度に収まっている。 一種族や混沌勢力などもオールドワールドと共通しているものが参見される。スペースマリーンスペースマリーンのコスプレスペースマリーンは帝国の諸惑星から体力的にも精神的にも選び抜かれたエリートに対し遺伝子改造を施した超人たちである。パワーアーマーと呼ばれる機動装甲部区に身を固め帝国の敵を滅ぼすために戦い続けている。 帝国の組織らが独立した命令系統を有する。ホルスの大逆を教訓に一集団に強大な戦力が集中することを恐れた帝国はレギオンを解体してチャプターという千人単位の集団にスペースマリーンたちを分散化させた。今では分化したそれぞれのチャプターは個別の任務に従事している。一部を除くすべてのスペースマリーンは 戦いの晴典という規定に従って行動している。スペースマリーンは、同作を代表する勢力である。彼らが着用する、パワーアーマーの高い防御力、豊富かつ優秀な柿群や車両群の存在を、特徴とする。また、他の種族は、戦闘によって式が崩壊した際、式チェックに失敗すると配送するのに対し、スペースマリーンは劣勢になっても退くことなく最後の、 一兵まで戦うというルールがある。一方で、ユニットのコストが高く設定されていることに加え、防御力を無視できる兵器にはの前には、パワーアーマーの高い防御力も無意味となる。スペースマリーンには有名なチャプターも多く、それらの持つ特徴を再現するために、個別のチャプターを扱ったコデックスも存在する。また、スペースマリーンが星の数ほどあるという設定を生かし、 オリジナルのチャプターを作るプレイヤーもいる。最新版スタートセット、ダークベンジェンスに収録されている。インペリアルガードインペリアルガードは広大な帝国の核惑星から排出された志願兵であり、アストラミリタルムの別名で呼ばれている。少数精鋭のスペースマリーンに対し、インペリアルガードはごく一般的な人間であり、装備も生産性を重視したものだが、その数は多く。 帝国全土に防衛線を構築している。多種多様な惑星があるため、そこから構成される核連隊も、出身惑星の風土、文化を反映した特徴的なものとなっている。ゲーム上の特徴としては、兵員を多く投入できるように設定されており、個別の能力は、貧弱なものの総兵力で敵を圧倒できるようになっている。また、戦車や自走砲、航空機なども用意されており、 人で壁を構成して、戦線を構築し、その後方から強力な火砲で敵に打撃を与える戦い方が基本となる。その他、ケイオススペースマリーンケイオススペースマリーンは、皇帝を裏切って、ケイオスについた勢力であり、その後もケイオスの魅力に取りつかれて転向する、スペースマリーンが後を絶たない。彼らはそれまでの厳格な規律や階級を捨て去り、 力で力を支配する方法を好む。自ら進んで皇帝を裏切った者もいる一方、やむを得ず皇帝を裏切る羽目になった者もいる。また、裏切りによる帝国との関係断絶から新規技術の導入ができないため、装備はホルスの大逆当時のものをそのまま使用し続けている。ゲームでは、このような技術的な地帯を再現し、スペースマリーンの使用装備のうち、 アサルトキャノンや反重力を用いたスピーダーなどが選択できなくなっている。その代わりに混沌の神に祝福された新たなユニットが加わっている。マリーンとしての高い能力値はそのままに、より接近戦向けのアーミーとなっている。ケイオスディーモンケイオスディーモンは、歪みの向こう側より飛来した勢力であり、ケイオスをさらに拡大するため、破壊と戦争を繰り広げる。 恐怖や苦痛をエネルギー源としており、周囲の敵をすべて倒すと、エネルギー切れで実体化ができなくなり、姿を消す。また、使える暗黒神により、容姿に才があるほか、下級のディーモンを率いるグレーターディーモンという、強力な個体もいる。ゲームでは、ワープ空間から突如出現することを再現した、特殊な初期配置をする。高コストだが強力な効果を持つものが多い。 ミニチュアはファンタジーバトルと共用でキャラクターなども共通している。ティラニットティラニットはハイブマインドと呼ばれる共有意識を持つエイリアンであり、捕食した遺伝子を取り込む能力を持つ。ひとたび惑星に進行すればありとあらゆる有機体を喰らい尽くしてしまう。彼らはの持つ兵器や宇宙船も含めてすべてが生物でできている。ネイモーな上に本能のみで行動しているため、 説得や怪獣は不可能とされており、徹底的に滅ぼすより他に助かる術はない。ゲームでの性能は接近戦よりで、移動速度が速く、編成に組み込まれるユニット数が多い。シナプスクリーチャーと呼ばれる指揮官のユニットの範囲外では本能に支配されてしまう。遺伝子を取り込む設定を再現した能力をカスタマイズするオプションがある。ビークルも持たないので、 各ユニットの役割分担が重要である。また、ティラニットには、ジーン・スティーラー・カルトと呼ばれる軍勢も存在している。ティラニットの一個体であるジーン・スティーラーを筆頭とする、先見体であり、文明のある惑星に侵入して、現地の生物に、自らの遺伝子を植え付けて、仲間を増やす能力を持つ。植え付けられた生物は、ジーン・スティーラーと似た姿になる性質があり、度重なる出産によって、 現地の生物に近い姿を手に入れ、人間社会に潜むようになった経緯を持つ。エルダー・エルダーは、人間より、はるかに進んだ文明を持ちながらも、大敗的なライフスタイルによってスラーネッシュ神が、生まれた結果、母性と同胞の多くを失い、衰退しつつある種族である。日本のメディアからは、宇宙エルフに例えられることもある。オルク・オルクは、強靭な肉体を持つ凶暴な種族であり、 部族単位で活動する。緑色の肌を持つためグリーンスキンとも呼ばれる。通格を有しないため文字通り死ぬまで戦うことができる。また死ぬまで成長を続けるため非常に大きな体を持つ個体も存在する。知能は低く教育もなされないがテクノロジーに関する知識が遺伝子の中にあらかじめ組み込まれており誕生した個体の中の一部が自動的に技術者として覚醒し、 所属する部族のために働く。また、赤い車はスピードが出るといった思い込みが、現実に反映される能力を持っているため、彼らの運用する兵器は、ガラクタのような見た目に反して高い威力を持つ。複数部族を統率する強大なボスが誕生すると、その勢いを持って、大規模な集団を形成し、宇宙船で、他の惑星を強襲しながら、さらに勢力を拡大させていく。 これらの大規模な襲撃行動は帝国も警戒している。その実態は菌類であり、たとえ彼らが死んでもその死体から種と言うべき胞子が撒き散らされ、再びオルクが生えてくる。このため一度惑星に彼らが降り立つと、たとえ殲滅しても時間が経てば、また復活してしまうため、事実上その惑星からオルクを根絶することは不可能とも言われている。 ゲームでの性能は接近戦重視であり、防御力は低い。一方で、大量のユニットの投入を可能としており、数で弱点を解決してしまう傾向が強い。ネクロンネクロンは、エルダーよりも前の時代に銀河全体を支配していた種族である。もともとは、ひ弱な存在だったが、クタンという工事生命体に騙され彼らの手先となるように機械化され、個別の感情を持たない。 ゲームでは、ガウスウェポンと呼ばれる武器を使用し、また倒されても再生する能力を有する。代わりにスペースマリーン並み、タウエンパイアタウエンパイアは、高度なテクノロジーによって、成長を遂げつつある、新興勢力であり、大前大道の理想のもと、あらゆる移民族をその勢力下に置き、大帝国を築いている。一方で、タウエンパイアの教えが通じない相手には容赦しない。 人間よりも貧弱な種族だが強力な射撃武器とバトルスーツによる射撃力はどの勢力より優れている。主戦力となるバトルスーツはタウ族の身体能力を上昇させる人型ロボット兵器であり様々なタイプが存在する。また同盟関係にある一種族のユニットで弱点をある程度は補える。1982年に リックプリーストリーが入社した時点でゲームズワークショップの子会社であるシタデルミニチュアはダンジョンドラゴンズを題材としたミニチュアを手掛けた。シタデル代表のブライアン・アンセルは反則キャンペーンで配布するために中世ファンタジーを題材としたミニチュアを作るようプリーストリーに頼んだ。D&D ではミニチュアを使う場面はごくわずかだったことから同作を直接題材とするのではなく これらのミニチュアはオリジナル作品ウォーハンマーファンタジーバトルとして発売されることとなった。1983年に発売された同作は大きな成功を収めた。一方、プリーストリーは下で入社前からローグトレーダーというゲームの構想を温めていた。この構想はミニチュアゲームと TRPG を合わせたルールを持ち、 古典的なファンタジーと SF を合わせた世界観を持っていた。プリーストリーは上層部にこの構想を明かしたものの SF は売れないだろうと難色を示された。上層部は武器を剣から光線銃に置き換えるといったウォーハンマーファンタジーバトル用の乾燥キットを売ろうとしていた。だが時間が経つにつれ、社内でローグトレーダーに対する情熱がだんだん激しくなり、 最終的に商品化へと進んだ。当時、ゲームズワークショップはイギリスの出版社 2000AD と契約を結んでおり、同社のローグトルーパーを題材としたボードゲームの開発をしていた。混同を防ぐため、ゲームズワークショップはプリーストリーの構想をウォーハンマー FB のスピンオフウォーハンマー4万ローグトレーダーとして商品化した。 1983年9月に発行されたホワイトドワーフの93号にて本作の予告編が掲載され、同年10月には正式に発売された。本作は芝叩く間に大ヒットし、同社の主力商品の一つとなった。チームソニックレーシングが発行する雑誌ドラゴン129号にて、ケン・ロルストンが本作について何とも壮大な世界観だ。 このファンタジーと SF の融合作は私を興奮させたと熱心に評価している。スペースマリーンが使用する兵器の一部が映画エイリアン2で出てきた海兵隊使用兵器とデザインが類似しているとの指摘から起こった裁判。また、エイリアン自体と40キロのティラニットも類似しているとの指摘もあった。この裁判では GW 側が エイリアンより古い資料があるとして裁判所に提出し、裁判に勝訴している。また、タウエンパイアの兵器が、日本のアニメ、長寿空要塞マクロスに類似しているという指摘があったが、ロボテックとバトルテックの間で起こった、判決問題の訴訟戦が立て込んでいたために、リュウのコプロダクションや、ハーモニーゴールド社、ホッ社は、裁判を見送り提訴しなかった。ありがとうございます。